高塚あたこ地蔵村の拝殿御神木の、乳銀南高塚アタ地蔵村は、大分県日田市天ヶ瀬町真原にある地蔵村を呼び、宗教法人、神仏根高の信仰形態を残す珍しい地蔵村として知られる。このため、地蔵菩薩を本尊としながら、鳥居を持ち、金と共に鈴が下がり、境内には天テラス大臣の拙者がある。地元では、高塚さんの愛称で呼ばれる。 もともとは、父の出を良くする地蔵として知られていたが、次第に、病気併優、学業成就、商売繁盛などの諸願成就に利益があるとされ、多くの参拝客を集め、現在では、年間200万人を超す参拝客がある。境内には、谷良子が奉納した地蔵もある。伝承によれば、天平12年に、京気が、聖武天皇の命を受け、畜死の国を巡った際にこの地に立ち寄り、 地蔵菩薩のご利益を祈願したことに始まる。諸国を巡っていた行基は、畜後国に下った岐路に、くくり村杉原に祝し、真原、村岩章が、峰の八万宮に立ち寄った後高塚に立ち寄り、地蔵菩薩を念じていると、ある夜、東南方に、大きな胃腸の枝に、金色の美しい光を見た。行基は、自らの祈りが、地蔵菩薩に届いた印であろうと、 なお一心に祈り続けた。夜がしらみかけても玉の光は衰えることはなかった。従者が胃腸の木に登って調べ、三個の宝珠画を見つけたが、一個は、チブサの形をした宝珠であった。行器はさらに、国民の平和と幸福の印として、宝珠が形を変えて現れるよう祈願した。翌朝行器が木に登ると、チブサの形をしたものが残されていた。行器が、 この霊物に祈れば、一切の苦毒が授かるであろうと言って、それを投げ上げると、それは、霊妙な響きと共に天高く昇っていったという。その後行記は一体の地蔵菩薩の木像を掘り、地元の人々に、誠の心を持って、報酬、地蔵菩薩に祈願するなら広く万物は生み栄え、一切のご利益を与えられようと説いたという。その後、天略六年二月に、 地元の人々が、胃ウの木のそばに、小さな銅を建て、行基が掘った地蔵菩薩を祀ったのが、高塚あたご地蔵村の始まりとされる。胃ウの木は、父のような突起がたくさんあるために、乳銀難と呼ばれるようになり、子宝を恵み、父の出を良くする霊木として、信仰を集めたという。この霊木は現在では、樹齢1300年を越す巨木に成長し、 大分県の天然記念物に指定されている ABCD 高塚あたご地蔵村公式サイト2020年2月27日閲覧 ABC 高塚あたご地蔵村公式サイト境内のご案内2020年2月27日閲覧ありがとうございます